魚べいのイワシは信じられないぐらい大きくて超美味しいですね。どうもこいこいです。今日はですね、日照簿記 ×XLVBA イコールハテナハテナということでやっていきたいと思います。まあこの組み合わせってどうなのかっていうことですよね。じゃあ早速やっていきたいんですけど、これ私がまだね24とかぐらいの時ですけど、まあ仕事を転職して、まあとりあえずみたいな感じで始めた事務職の仕事で、まあ、毎日こんな感じで報告書とかちょっとした資料作りみたいな簡単な仕事をやってたんですけど、これはもうあかんなっていう風にやっぱ自分でも思ってたんですよ。まあそもそも給与も低いし、まあちょっとこのままではちょっと本当にまずそうだなってことで、なんかとにかくなんかもがき始めて、まあとりあえず勉強しようみたいな感じでいろいろ勉強し始めたんですよ。その中の一つで日照簿記の勉強があって、日照簿記の3級って勉強して、2級って勉強して、ちょうど2級の試験をまずはとにかく2級取らなきゃだよなってことで、まあそんな感じで日照簿記2級の勉強をまあし始めたんですね。でまあ実際に受けに行ったんですけど、まあ見事一発で合格できたんですよ。2級合格って言って、確か96点だったんですよ。個人的には満点で合格できたと思ったら、なんかいきなり最初の問題間違えてて、確か96点でまあ合格したってことで、まあとにかく良かった良かったって感じにはなったんですよ。でこの頃って私 XLVBA できてないんですよ。なんで日照簿記2級が先です。でその後 XLVBA をまあ学んだみたいな感じですよね。まあこれは資格あるあるだと思うんですけど、取った瞬間に何かにすぐに役立ったっていう感覚をやっぱり得られないんですよ。私が得られるようになったのは XLVBA を学んで、でこの掛け算がまあできる瞬間がまああったってことなんですよ。そこでようやく日照簿記2級が効いてるっていう風になったんですね。でまあそれがどんな出来事だったかっていうと、まあこんな感じで、ものある方がそのまあ、経理ではないんですよ。本社で本格的に経理やってるじゃないですけど、まあ、事業所で例えばその、どんなものを買ったとか、そういった経理的な処理、まあ、いわゆる、まあ、会社によって違うんですけど、月次作業してるような子がいたんですよ。で、その子が、まあ、月次中とか、まあ、月次じゃなかったとしても、かなり残業多くて、23時帰りとかっていうのがもう当たり前みたいな子がいたんですよ。で、まあ、ちょっと、それをちょっと助けなきゃっていうことで、私も入って、まあ、やってみたんですけど、まず前提としてその子がそう経理的な業務をしているのに、この簿記が全く分かってないんですよ。例えばこのちょっとした仕分け、まあちょっと分からない方申し訳ないんですけど、なんかこう仕分け伝票みたいなのを切るときに、例えば簿記の知識があれば、あこの場合はこうだとか、あこの場合は例えばですけど、なんか雑収入が出るんだな、だからこっちに貸し方だ借り方だみたいな話になるんですけど、その子は分かんないんで、もう出てきたパターンをこう手順書みたいなのを、これノートなんですけど、もう全部パターン1の場合、2の場合、3の場合、4の場合って書いてあるんですよ。なんですごい、そもそもその時点で超非効率じゃないですか、簿記知らないから。で5番分かんない場合は経理担当に聞くみたいな、そういう感じで非常にちょっと効率が悪かったんですね。でこういった仕事の場合はまだ今月はパターン4だって言って、まあ、これ見てやればすぐできて問題なかったんですけど、問題なのはこのパターン化できないもので、うちの場合その当時なんですけど、システムで一発で何か資料ができるっていうものもあるんですけど、結構できないものもあって、それってそうなると機関システムからデータ抜いてちょっと加工してそれで提出するみたいな、 Excel で加工して提出みたいなのがあって、それが毎月違うわけですよ。なのでパターン化できないんで、毎回それが作るのに時間かかっちゃうとか、まあ、例えば経理にこれでいいですか、いやこれ意味違うんです、ここ直してください、こういう意味なんでって言っても理解できなくて、またちょっと見当違いなことをしちゃって、いやそうじゃなくてみたいなことを繰り返してる、そんな感じだったんですよね。でそこに日照簿記2級の知識を持ってる、かつ XLVBA の知識を持ってる私が来たら、見えるんですよ。見えるんです。こういう作業したことなくても、日照簿記の2級の勉強して、やっぱりちょっとその、土台ができてるんで、会計の。なので、だからこの資料作るのに苦労してるんだ、ここ意味が違うんだってのが、直ちにわかるんですよ。で、それだけ教えるだけでもいいんですけど、さらにそれを自動化するっていうところまで、浮かぶわけですよ、 XLVBA やってるんで。なのでこう掛け算でもうめちゃめちゃこの仕事を解決するって意味では適任だったんですよ。なので瞬時にそれが浮かんで、瞬時にそのマクロを作って、はいできました、で経理の人に渡して、意味違いますみたいなことにもならないっていう状況で、まあ、この仕事は本当に定時上がりにしてあげるぐらい効率化できました。なのでものすごい価値があったんですよね。でもう一つお話あって、これはまあ前の動画で言ったことがあるんで、細かい話はちょっと右上に出しておきますので、こちらの動画で見ていただければと思うんですけど、まあ、経理の
ボスの仕事、めちゃめちゃ煩雑な2日3日ぐらい手書きでやってるみたいな仕事を、まあ、自動化したって話なんですけど、これも私急ぎで本当1日とかでマクロ組んだんですけど、これができたのって何っていうと、 VBA の知識だけじゃ無理で、工業簿記的な話が結構絡んでくる話だったんですよ。そこをある程度理解してなければできなかったんですよ。なので日商簿記2級を勉強したってことがあったから、直ちにその経理のボスが言ってることを理解して、直ちにマクロを作ることができたんですよね。なのでやっぱりドメイン知識、その自動化したい仕事の細かい知識、詳細の知識を持ってるっていうのは本当に大きいんですよね。まあ、結論的に言うと、日商簿記に限らず、Excel VBA かけるハテナハテナっていうのは基本的には人を強くします。まあ、これ力をこぶのつもりなんですけど、わかります？なんかムキムキみたいな感じなんですけど、基本的には役に立つことが多いと私は思ってます。で、これもう一つお話しすると、私が初めて Excel VBA をこう学んだ時に、初めて作ったものって電卓で1時間半叩いてる仕事を5分で終わらせるみたいな仕事だったんですけど、まあこれ私の仕事ではあるんですけど、まあかなり他部署と絡むような仕事で、私もよく分かってなかったんですよ。まあなんでさっきの丸暗記してたこと同じように、よく分かってないけど毎日電卓叩いてやってるみたいな感じで、改善がしづらかったんですよ。なんで Excel VBA の知識があってもドメイン知識がないんでできない。なので私もこう相当聞き取りに行かないとできない状態だったんですね。どういう意味ですかこれ、なんでここの計算してるんですか、こういう意味だよとか、でその前の計算もあるんだって、そんなあんのって言って、それ誰がやってるんですか、あの人、じゃああの人のとこに行けば分かるんですねって言って、いろいろ聞き回って、あ、じゃあこうすればこれが自動化できて、まあその毎週の更新とかもなんか全工程の計算が狂っちゃって、おかしくなるってことないなって言って、ようやく着手できるんですね。まあもう1ヶ月とか2ヶ月かかってるんですよ。なので本来であればめちゃめちゃ調査しないとこういうことができないんですけど、簿記に限っては日商簿記のこう知識が入ってるってだけで、経理的な業務とか、まあそれに近い業務であれば、あ、なるほどね、こういうことかって言って、その調査を全部省いて、VBA かける日商簿記で、めちゃめちゃ人の役に立てるって経験ができるんで、僕は日商簿記は非常におすすめしてるんですね。資格の勉強してるのに掛け算が容易であると、 Excel VBA の、まあ、なのでその事務員とかやってて Excel VBA 学んだ人が日商簿記の2級の知識とかが入ると、さらにこの幅が広がるし、まあ、そういった経理に近い仕事とかの自動化とかができるようになったり、まあ、簡単な資料作成、まあ、簡単と言っても5時間人が書けるような仕事を5分でできるようになるとかって経験ができるんで、すっごい掛け算されてるなっていう経験が積めると思うんで、まあ、ぜひ勉強してみたらいかがかなっていうふうに個人的に、まあちょっと偉そうになっちゃってましたけど、勉強して損はないんじゃないかなっていうふうに個人的な経験としては思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうかと。まあ日商簿記かける Excel VBA っていうのは、まあ、超強強になる可能性があるよ、私は経験したよっていうお話ですね。まあそれ以外にもこの日商簿記の部分が違うものであっても、うまくそれを活用できればすごい掛け算になって、役に立つことっていうのは絶対できると、まあ私はそう思っていますというお話でした。では本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。